どうも、村瀬のゲットです。これからか。そうです、アシスタント奥間です。さあ、本日はですね、三重県の30代前半男性、男性ですね、ザバーさん。ありがとうございます。仕事に関して相談したいことがございます。はい、私は現在、日本の化学メーカーで研究開発職をしています。はい、入社から8年が経過していろいろな仕事を任されたり新しい仕事などを提案したり比較的仕事は充実しています。はい、仕事は順調なのですがどこかでもう少しステップアップしたいという気持ちがあります。海外のメーカーからも転職のお誘いを受けておりこのまま今の会社で仕事を続けていくべきか悩んでいます。転職や仕事に関してアドバイスください。へえ、すごい科学者の人が占い見てる場合じゃないでしょまあいいんじゃない、息抜きでね、息抜きで見てるんですよ。でも意外と、はい、あの科学者の人、知り合い先生って多いんですけども、はい、占い好きだからね、うん、そう、占いなんて科学的じゃねえってやつがいるんですけど、大体それ科学者じゃないから。むしろ占いは科学、そう、あのめちゃくちゃ科学的で分析したい人多いし、あの面白いっていうからね、みんなね、まあ、研究者って探究心やるから、うん、えなんで飯田君これがこうなってるのってめちゃくちゃ聞いてくるから、うん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 、意外とあこれ面白いねっていう人が多いんです。すごいいいじゃないですか。他のところから海外のメーカーからも転職のお誘い来てるんですよ。どうさん、2019年後半なんで、はい、年内いっぱい現在のお仕事で構わないと思います。2019年12月、2020年1、2、3ぐらいに、もし海外行けるんじゃ海外行った方がいいです。で海外を持ってます、もともと。すごい。で海外行った方が成功します、この人。マジっすか。マジで科学者向いてるよ。科学開発、新しいもの、斬新、時代を変えるみたいな。すげえ。ただザーさんでもお金の計算だけ下手だから儲けるとかに関しては得意ではないと思うので、うん、向上心とパワーはあるんですが、そういったところちょっと不慣れのところあると思いますけども、向いてるので、ぜひぜひ行って海外で活躍して。すごい。何を言ってんだろうね、開発って。化学メーカーで研究開発。そうですね、ちょっと分からないですね、これだけ、うん、すごいじゃないですか。次のスマホの次のものを作るかもしれない。 いや、そうかもしれないですよ。なんかとんでもないものを作るかもしれない。なんか一個もここに愚痴がないですもんね、うん、すごい成功しそうだなっていうね。え、はい、あと恋愛で変な女に引っかかるんで、そこだけ気をつけて。気をつけてください、これ。なんか才能あるじゃなんか書けるのしょうがない。それはもう致し方ないです。変な女に気をつける。はい。はい、というわけで、なんで今年末、来年転職はいいので、で海外で成功するおし持ってますんで、頑張ってください。以上、ゲッターズでした。アシスタントの奥間でした。